キム・ソエは、韓国の女優、S&P エンターテインメント所属、元 IOI メンバー。左からプロデュース101、バラエティ番組の出勤時にて2016年、レッドラインの練習生として、ネットのオーディション番組、プロデュース101へ出演。もともと女優志望で歌もダンスも、ほぼ未経験で、最初のレベル分け評価では、F 評価からのスタートとなったが、 ひたむきに努力して這い上がる姿が共感を呼び、ネット投票では上位へ駆け上がっていった。最終順位は5位で、デビューメンバーに選抜された。同年5月4日、IOI として、デビューアルバム、クリサリスでデビュー。同年6月21日、個人事務所 S&P エンターテインメントを設立した。2017年1月31日をもって、IOI が解散。 IOI の解散後は、数々のバラエティ番組や、ウェブドラマに出演し、演技に、活動の領域を広げていった。2019年1月、MBN ドラマックスのドラマ、最高のチキン夢を叶える恋の味で、主人公の祖母愛役に抜擢され、同年11月、映画、ユニエで、ユニの娘、セボム役を務め、スクリーンデビューを果たす。安定した演技力と表現力を見せ、 ただたけじの期待の株として注目を集めた。2020年4月、ウェブ漫画を原作とした、KBS に TV のドラマ、契約友情でオムセユンを演じた。2021年7月、映画、鬼門で、へ4役を演じた。テレビドラマバラエティウェブドラマ、ありがとうございます。